皆さん、こんにちは。みさとです。ここは JR 宝塚線の塚口駅です。 JR 神戸線の尼崎駅から一つ隣の駅になります。さて、今回は大回り乗車の旅をします。大回り乗車とは、簡単に説明しますと、 JR の大都市近郊区間と呼ばれるエリアで乗車する場合、発駅から着駅まで何通りも乗車コースがあっても、最短のコースで運賃を計算するというルールに基づいて、なるべく遠回りして安価な運賃で長く電車に乗るというゲームみたいな旅です。ということで、今日の旅はここ塚口駅から大回り乗車の旅をします。今回は塚口駅から少し離れていますが、奈良駅までの990円切符を購入。大回り乗車は最短区間以外の切符を使うのもありです。発駅と着駅を離すと、大回りコースのバリエーションに変化が出ます。こうして改札内に入ります。なお、大回り乗車中は途中下車できないので、ゴールの奈良駅に着くまでもう改札を出ることはできません。それでは1本目の列車の77分発の新三田行き普通列車に乗ります。大阪方面とは逆方向の普通列車。まだ7時過ぎとあってか、混み具合はロングシートの座席が埋まる程度でした。10分ほど乗車して川西池田駅で下車。上りホームはこれからラッシュの時間帯。7分待って7時24分発の丹波寺快速篠山口行きに乗り換え。下り丹波寺快速は宝塚から通学ラッシュで激混みになり、新三田まで行くとようやく空席ができて座りました。霧の向こうに広がる新三田の留置線、かなり大きな車両基地ですね。晩秋というか初冬の紅葉を見たり、近鉄にもある駅名の古市を過ぎて、この列車の終点篠山口駅に到着。次の列車まで22分あるので、改札口まで行ったりして待ち時間を過ごします。次は8時37分発の福知山行きワンマン運転の2両編成です。途中、篠山川のちょっとした渓谷区間を抜けます。下滝駅で霧がようやく晴れてきて、篠山口から17分で谷川駅に到着。大阪近郊区間の端っこの駅です。ここで加古川線に乗り換えます。小浜線での活躍が有名な125系の炭鉱電車。車内は1列と2列の転換クロスシート。この電車で西脇市まで行きます。9時ちょうどに谷川駅を発車。この列車は西脇市行きワンマンカーです。1駅目の久下村駅付近で黙々と水蒸気を上げるのはバルブの工場とのことで、気温の関係かもしれませんが、ちょっとびっくりしました。加古川線のこの区間は一冊徐行区間があったり、日本へそ公園駅があったりで退屈しません。谷川駅から28分で西脇市駅に到着。加古川行きの列車に乗り換えです。この先で走っているのは、国鉄時代の通勤電車の103系をローカル専用に改造した103系の生き残りです。西脇市駅は9時44分に発車。見た目は変わっても走行音は昔の大阪環状線などを走ったそのままの音で、加古川線を走ります。途中の青駅は第三セクターの北条鉄道や神戸電鉄青線との乗り換え駅。薬神駅の手前で加古川を渡ると車両基地が見えますが、第三セクター三木鉄道の廃線跡沿いに作られたようです。加古川が近づくにつれてお客さんも増えて、高架の加古川駅に10時31分に到着。ちなみに加古川線から加古川駅で乗り換える場合は中間改札があります。大回り乗車の場合は、その旨をちゃんと改札係の方に説明しないと不正乗車と間違われるかもしれません。私は簡単なルート図を書いて説明しました。急いで作ったのでつら裏に書いてますが、気にしないでください。姫路駅の駅そばで有名な招き食品さん、加古川駅にもお店がありました。改札の中と外からでも利用できるそうです。次に乗るのは10時52分発の新快速安行き、大阪まで乗車します。大阪までの51分は長い時間、高速で乗り心地も良いのでうとうとしてきます。朝霧駅付近では明石海峡大橋がきれいに見渡せました。下淀川橋梁を渡ると大阪駅は間もなく。これで塚口駅から福知山線を通って谷川駅、
谷川駅から加古川線を通って加古川駅、さらに加古川駅から JR 神戸線で大阪駅まで来たことになります。大阪駅で下車して次は大阪環状線で天王寺まで乗ります。11時53分発の関空快速関西空港行き。発車してすぐ見えたのが JP タワー大阪とサウスゲートビルディングを結ぶ歩行者デッキ。11月に開通したばかりでここもいつか行ってみたいですね。まもなく対象です。12時9分天王寺に到着。ここで引き続き大阪環状線に乗るので乗り換え。12時15分発の紀州寺快速和歌山行き。大阪までは各駅に止まるので表示が普通大阪環状線になっています。天王寺発車時に東急ハルカが到着だったり大和寺快速が発車だったりで賑やかです。京橋まで各駅に止まって13分。ここで降りて学研都市線に乗り換えます。乗り換え時間は2分しかありませんが、乗り換え階段が内回りだと後ろの方にあるので編成の後ろに乗っていれば大丈夫です。やってきたのは12時30分発の四条縄手行き普通。乗車時間わずか2分で市議の駅。ここから大阪東線に乗り換え。接続もよく12時35分の大阪行き。同じホームの向かい側から発車なので慌てません。大阪東線の乗車時間も13分。あっという間に JR 神戸線と合流して新大阪駅へ。ここで待ち時間が32分です。お昼を食べてもよかったのですが、駅弁を買って次の13時20分発の敦賀行きの新快速に乗ります。この区間も猛烈なスピードで新快速は飛ばします。ふくふく線で普通電車をあっという間に追い抜き、大山崎付近で阪急と交差するあたりの風景。向こう町の車庫の横も猛スピードで駆け抜けます。平日のお昼過ぎは座席が埋まって立ち客が何人かいる程度。行き先が琵琶湖線に行かず湖西線に行くからかもしれません。京都駅で空席を見つけて座りました。車内はだいぶ空いたのでここで駅弁のお昼ご飯。先ほど新大阪駅で購入した明石名物冬の穴子飯です。お弁当の左が穴子飯で右が穴子ちらし寿司になっていて2通り楽しめます。すき焼き風に炊いた長ネギも美味しかったです。湖西線は琵琶湖の景色が注目されがちですが平山系の山並みも見応えがあります。赤く色づいた晩秋、初冬の紅葉が綺麗ですね。琵琶湖の方を見ると山の上の方が白くなった対岸の伊吹山が見えました。10時34分大見今津に停車です。ここで9分間停車して後ろの8両を切り離しします。改札階まで降りてみたり特急サンダーバード25号が追い抜いていく姿を見てみました。大見今津から12分で長原駅です。次はもう大見塩津駅、大阪近郊区間の最北端の駅です。右車窓から北陸本線が近づいてきて大見塩津駅に着きます。この新快速が今回の大回り乗車で一番長い1時間41分の乗車時間でした。ここで大阪から大見塩津までのコースをおさらいすると、大阪から西九条天王寺を通って京橋まで大阪環状線を約4分の3周して、学研都市線を京橋から市議野まで1駅、市議野から新大阪まで大阪東線に乗って、新大阪からは新快速で京都湖西線経由で大見塩津まで来ました。さて次の列車も1時間以上乗ります。新快速の晩秋はこう行き。こちらは湖西線ではなくて米原琵琶湖線を通って行きます。15時7分大見塩津駅を発車。12月のこの時間帯、日が傾いている感じがしてなんだか家路を急ぎたくなる気がします。まもなく4号です。それ湯後駅の午後の長く伸びた影がいかにも冬って感じがしました。次は木の本。この後木の本、高槻、川家などの駅に泊まって行きます。
この敦賀と米原の間は北陸新幹線敦賀開業後も北陸本線として残る最後の牙城となりますね。長浜を出ると長浜琵琶湖大仏が見えました。米原駅です。この駅で前に8両の電車をつないでいます。 JR の境界駅でジャンクションな米原駅、新幹線こだまの停車駅だったり、 JR 東海の電車がいたりします。5分停車の後、米原を発車。米原駅発車後、左の車窓から見えるのは 300X、スター21、ウィン350と歴代の新幹線の試験車両が保存されています。米原までは各駅停車でしたが、これからは新快速として通過駅もあり、速度を上げていきます。米原から33分で草津駅に到着、下車します。実は3分の連絡で次に乗る草津線柘植行きがありましたが、コンビニで夕食を調達するために見送り、駅の様子や貨物列車などを眺めたりして30分ほどの待ち時間を過ごしました。そしてやってきました16時53分発の柘植行きです。もう夕方のラッシュな時間帯で立ち客の多い車内、夕焼けの時間帯で西の空が美しいです。最初はホズシートに座っていましたが、キブカーで座席の方も空き出してそちらに移りました。柘植駅が近くなると車内には数名しかいなくなり、17時42分終点柘植駅に到着。柘植駅では次の列車まで27分待ち。駅にはたくさんの忍者、人形だったり絵ですが、みんな伊賀上野への案内をされていました。この時間帯はおられませんが、日中は観光客が多いのかもしれませんね。なお、この文面だと平日の日中だけ駅員さんがおられるようです。亀山行きのキハ120型が来て、私の乗る18時9分発の鴨行きの列車も到着。車内は夕方のこの時間帯とあって、ロングシートの半分ぐらいは座っている感じでした。ちなみに柘植駅から島ヶ原駅までの間は三重県に入っています。伊賀上野駅でたくさん下車して、島ヶ原駅あたりで車内は閑散としてきました。月ヶ瀬口駅で行き違いの亀山行きを見ると、そこそこ乗っている感じでした。空いてきたので草津駅で買ったサンドイッチを夕飯としていただきました。ロングシートですけどガラガラなのでいいですよね。こうして19時6分鴨駅に到着。次は19時20分発の奈良行きですが、この電車では奈良には向かいません。もうちょっと大回りします。かれこれ改札の中に入って12時間以上経ちました。そろそろ外の世界が懐かしい。ということで奈良行きに乗り、木津駅に19時26分着、3分の連絡で東西線経由の快速笹山口行きに乗り換え、この列車を入れてもゴールまであと3本です。木津出発から座席が大体埋まる感じで、その後はどんどん立ち客まで出てきました。木津から48分乗車して花店駅で下車。次は大阪東線の旧法寺行き20時31分発。ちなみに花店駅の隣が今日のお昼頃に通った市議の駅です。大阪東線の電車で旧法寺まで15分、旧法寺からはいよいよ最終ランナーの区間快速鴨行き、あとはこの区間快速に身を委ねて奈良まで1本です。車内は混んでいましたが、王子駅でかなり下車。王子を出て車窓左に見える D51、ライトアップされてるんですね。奈良駅到着前の長い乗り換え案内の放送が始まり、旧法寺から34分、21時25分に奈良駅に到着。塚口駅を朝出発して12時間18分、580.1km の旅は終わりました。近江庄津から旅をおさらいすると、近江庄津から米原を経由して草津まで新快速で乗車。草津から柘植まで草津線。柘植から関西本線で鴨に出て、さらに鴨から木津。木津から学研都市線で花店まで。花店から大阪東線で旧法寺まで。そして旧法寺から区間快速でゴールの奈良駅に着きました。乗車距離の 580.1km は、東海道本線の東京神戸間の 589.5km より少し短いくらいです。改札からは出られませんが、ゲームみたいな旅だと思えば楽しい一日だと思います。適当に乗り継ぎ時間も空けたので、そんなに疲れなかったですね。よろしければ感想などをコメント欄に書いてくださいね。
今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。